ハンス・ライヘンバッハは、科学哲学者であり、論理経験主義の代表的主張者。ハンブルク生まれで、ロサンゼルスにて死去した。ハンス・ライヘンバッハハンス・ライコンボック・ライヘンバッハは、ベルリン学派を作ったことと、論理経験主義の主張で知られる。エルンスト・カシーラー、ダフィット・ヒルベルト、マックス・プランク、マックス・ボルン、アルノルト・ゾン・マーフェルトらに、物理学、数学、 哲学を学び、エアランゲン大学から確率の理論で博士号を取得する。第一次世界大戦に従軍後、ライヘンバッハは、シュトットガルト工科大の志向士を経て、ベルリン大学の物理学科に1926年に就職する。1928年にライヘンバッハは、経験哲学協会を創設する。カールヘンペール、リヒャルト・フォン・ミーゼス。 ダフィット・ヒルベルトラがこの教会に参加していた。1938年にライヘンバッハは、チャールズ・モリスの助けを得て、ドイツを逃れ、アメリカに渡って、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に職を得る。ここで彼は、ヒラリー・パトナムや、ウェスレー・サモンを育てた。ライヘンバッハは、物理学の基礎に関する、様々な研究で知られるほか、彼の著書、科学的哲学の交流は、 科学に裏打ちされた明晰な経験主義哲学を打ち出し広範囲な影響を与えた。ありがとうございます。